すいません。はい。愛媛県のいいところ教えてもらえますか？愛媛のいいところは人ですかね。人。はい、こんな私を受け入れてくれる皆さんの懐の深さです。路上喫煙はちょっと一応これ偽物なんで大丈夫です。ああ、はい、僕の存在も偽物なんですけど、いいでしょうか。はい、どんなことされてるんですか？これ活動これでですね、あの皆さんと写真を撮ってですね、はい、笑顔になってもらうという、あのちょっと自分の話するんですけどね、大津はこの度あの7月の台風でかなりやられましてね、あの自宅の方も私も被災したんですけど、はい、今ちょっと直して、はい、元気になってますんで、あの大津の方もね力つけてますよいうのを広めたいなと思いまして、はい、皆さんの写真の中で写ってそれをさせていただいてます。はい、ボランティアですかね。はい、被災は大丈夫ですか？床基礎から 1.3 メートル浸かりました。はい、僕は仕事に行ってまして、で家族は家にいましたけど、はい、家族いるんですね。はい、家族いますよ、みんな知ってます。はい、お父さん頑張ってねとか。あ、そうですそうです、はい、言われますよ。あ、息子はもうそろそろやめてくれないかなって言ってます。続ける理由は？続ける理由はですね、もう皆さんの笑顔ですかね。はい、あのまた愛媛の方に何か機会がありましたらお寄りください。本当ありがとうございました。